丈夫か。奴ら山猫部隊だ。スペツナズか。そうだ、グルーの中でもエリート中のエリート。奴らが追ってきている。もうおしまいだ。落ち着け。必ず俺が助ける。それに心強い助っ人もバックアップしてる。見ろ、あれがあんたが作らされていた。そう、シャゴホッド。 IRBM を射出する格闘最戦車だ。あんな地形からでも核ミサイルが撃てるのか。ああ、しかも友軍の支援なしでな。単独作戦行動が可能な核搭載戦車。そんなものが完成してるのか。いや、今はまだフェーズ1が終了しただけだ。フェーズ2をクリアしなければ完成とは言えん。フェーズ 2? あの兵器の本質だ。あれが完成し、大佐の手に入れば、この冷戦は終わる。冷戦は終わる。そして始まるだろう、本当の恐怖の時代が。世界大戦か。私は協力せざるを得なかったんだ。死にたくなかった。アメリカにいる妻と娘にもう一度会いたかった。早く私をアメリカに連れて行ってくれ。まだ間に合う。私がいなければあれは完成しない。分かった、急ごう。よくやった、ジャック。なぜここに？ソコロフはいただく。戦友たちよ、また共に戦える。この日が来るのを待っていました。またあなたと共に戦える。おかえり、ボス。これで5人揃ったのね。今度は地獄の底まで一緒。
彼は泣いている。みんな喜んでいるようだ。ボルギン大佐、ようこそ我が国我が部隊へ。ボス、これは。私はソ連に亡命する。ソコロフは亡命の手土産だ。無反動核弾頭。私への手土産はこいつ。嘘だ。その男はそいつも弟子の一人。連れて行くのか。いや、こいつはまだ幼い。我らコブラ部隊には純粋すぎる。まだ戦場で特別な感情を抱いてはいない。どういうことなんだ。撃てるのか。そいつは私の顔を見た。生かしてはおけない。ソコロフのことがフレッシュフにバレると厄介だ。殺すしかない。待て、私の教え子だ。私がやる。ジャック、あなたは連れて行けない。ソコロフの設計局を襲いに行くわよ。シャゴホットはいただきだ。流されて行け。私はとどまるしかない。